これより会議を開きます。予算の実施状況に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため本日参考人として日本銀行総裁黒田晴彦君、東京電力株式会社代表執行役社長広瀬直美君の出席を求め意見を聴取し、また政府参考人として中小企業庁長官北川伸介君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。基本的質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを許します。石破茂君。おはようございます。自由民主党幹事長の石破茂であります。主に総理からお答えをいただきたいのでありますが、必要に応じて関係閣僚お答えいただいて結構でございますので、よろしくお願いを申し上げます。7月21日の参議院選挙におきまして、我々自民党公明党政権としては6年ぶりにいわゆるねじれ状態を解消いたしました。国民の皆様方がねじれを解消せよ、そういうような意思を表示をされたものだというふうに理解をいたしております。先般の7月21日の参議院選挙は昨年の12月の総選挙に続きまして、国民が自公政権に対して信頼そして期待を表されたものだというふうに認識をいたしております。参議院選挙において示された国民の皆様と民意について総理のお考えを受けたまります。安倍内閣総理大臣。先の参議院選挙におきまして、まずもって自民党公明党連立与党を支持していただいた皆様に御礼を申し上げたい、感謝を表したいと、このように思います。その上において、この皆様からいただいた信頼は決して裏切ってはならない、この皆様の期待に必ず応えていかなければいけないというこの思いを新たにいたしておる次第でございます。同時に、残念ながら投票率は、先の衆議院選挙と同じようにあまり高いとは言えなかった、つまりそのこともですね、信頼を政治が十分に、回復し信頼を回復しているかといえばまだそうはなっていないということも我々は肝に銘じなければならないと、このように思います。その上において私たちが国民の皆様にお約束をしたことを一つ一つ実行し積み上げていくことによって、そうした信頼を回復していかなければならないと、このように思います。私自身も6年前我が党を率いて参議院選挙戦ったわけでございますが、残念ながら惨敗をし、そしてそれがねじれの原因となったわけでございます。あの時のことをですね、決して忘れてはならない、またその時の結果に対して私は大きな責任を負っているわけでございます。その意味におきましては、あの時の惨敗を肝に銘じながらしっかりと国民の期待に応えていきたい、何よりも政治は国民のもの、これは自由民主党我が党の立党の原点でありますから、この原点に立ち返り責任を果たしていきたいと、このように考えております。委員長。石破茂君。今総理の答弁にありましたように、我々は本当に国民の全幅の信頼を得たのであろうかということはよく認識をしなければいけないことだと私自身思っております。昨年の総選挙にも我々は多くの議席をいただきました。この参議院選挙においてもそうでありました。ただあの時の自民党本部の雰囲気はどうであったかといえば、浮かれたようなはしゃいだような雰囲気っていうのは全くなかったんだと思います。安倍総理総裁もまた幹事長たる私もマスコミの皆さんからこうもうちょっと笑ってくださいと言われてですね、初めて笑顔を作るような、作るって言っちゃ変だが、
そんな感じであったと思っております。それはなぜなのかといえば、今総理がお話になりましたように、投票率は低いところも高いところもありますが、おおむね 50% ぐらいだったのですね。半分の方は行っておられないということなのです。そして参議院選挙について申し上げれば、選挙区で我が党が得票した得票率ってのは 40% ぐらいが平均です。もちろん他党はもっと低いんですけれど、定数1ですからそういうことは往々にしてあり得ることですが、投票率が 50% で得票率が 40%、 それで参議院の選挙区についてだけ言えば 60% の議席を持っているわけです。このことを我々は決して忘れてはならないのだと。圧勝したことをもって、あたかも国民の大多数が支持したかのごとく、そういう錯覚に陥ってはならないということだと思っております。ですから私たちは常に国民の多くの方々にご理解ご納得いただけるように、丁寧に真摯に謙虚に政権を、あるいは党を運営していかねばならないと思っております。このことについて総理も同じご認識かと思いますが、もしお考えれば受け止まりたい。安倍内閣総理大臣。先ほどもお話をさせていただいたように、投票率が低かったということは、我々政治の場に身を置くものとして大変残念なことでありますし、政治に対して期待を持っていただく、あるいは政治に自分も参加をし、そして政治の将来自分も影響を与えていきたい、こう思ってもらえるように我々も努力をしていきたいと、このように思いますし、若い世代の方々も含めてですね、国民の皆様が一票を投じることの意義意味について、もっと我々は国民の皆様にお話をしていく必要もあるんだろうと、このように思いますし、同時にですね、自分たちの投じた票は意味がないと、このように思われないようにすることも我々に求められている。つまり例えば、政党が約束したことをですね、全くこれは守らない、約束したことをですね、守らないのであれば、その約束を聞いて一票入れても意味がないじゃないかということにつながってくるわけでございまして、この不信は政治のですね、土台を根本的に、まさに民主主義の土台を崩していく危険性を私ははらんでいるのではないかと思います。そのことに鑑み、我々もですね、政権公約を作っていく上においても、より一層ですね、責任感、強い責任感を持ちながら、そしてこの失われている政治への信頼を何とか取り戻さなければいけないという強い情熱を持って臨んでいく必要があるだろうと、このように思います。石破茂君。総理がお話になりましたように、この低投票率っていうのは誰がやっても一緒だよと、政治なんかどうせ変わりゃしないんだよというような、そういう国民の方々が残念ながら相当数おられるということだと思います。誰がやっても一緒だよと、政治なんか信用できないんだよと、そういうふうに思いの方々も残念ながら多い。国民が政治を信じていないというのは確かに現象としてあるでしょう。じゃあ我々政治の側は本当に国民を信じて語ってきたのかということも我々が問われなければいけないことだと思っています。これを言えば票が減るとか、これを言えば人気が落ちるとか、これを言えば政権を失うとか、そういうことを恐れて本当のことを語らないとすれば、それは政治も国民を信じていないのではないか。国民を信じていない政治が国民から信用されるっていうのは私はありえないんだろうと思っております。民意が答えを出せと、もういい話はたくさんだと、いい話ではなくて本当のことを言ってもらいたい、そういうふうに思っておられると思うんですね。答えを出していかなければなりません。で、この国会において議論せねばならないこと、我々の政権が直面している課題、例えて言えばデフレからの脱却、財政再建、社会保障の持続可能性の維持、エネルギー政策、あるいは食料の問題、あるいは安全保障、
そして憲法、これは実は本来我々がもっと早くに答えを出しておかなければならなかったことなのではないか。民主党政権のいろんな失敗を挙げつらっても仕方がないのであって、我々はそのことを承知の上で今政権を担っているのであって、民主党政権が悪かったのなんのなことを言っても始まりません。我々はそのことを承知の上で政権を担っているのであります。私たちが本来もっと早くやるべきであったのに、これを言えば票が減るとか人気が落ちるとか、そういうことを言って先送りしてきた課題、今こそそれに答えを出していかねばならないのではないか。国民を信じていい話ばかりではなくて、本当のことを語り、国民に判断を委ねる、そういうような政権でありたいと思いますが、総理いかがですか。安倍内閣総理大臣。今石破議員が質問された、点がですね、これがまさに政治家にとって最初の選挙の時から突きつけられている課題なんだろうと思います。まさにその意味においては、石破幹事長はですね、地元においてこれを言ったら票が減るかもしれないということを言い続けて当選をしてこられたんだろうと、このように思いますが、しかしそのことによってですね、信頼を得ることもできるわけでありまして、実は有権者も国民の皆様もそれを求めているんだろうと思います。たとえですね、たとえ、言葉をいくらお化粧を言葉をですね、いくらお化粧を施してもですね、結局やっぱりそれは見抜かれるわけですね。それは真実なのか、本当にこの人物はそれをやろうとしているかどうかということなんだろうと思います。政治家が真実を語り、国民の皆様とともに問題意識を共有し、その上において解決策をあるいは選択肢を提示をしながら自分はこの道を取っていきますということを正直に、そして真摯に訴えていくことこそがですね、私は政治の信頼を回復する、近道なんだろうと、このように思います。委員長。石破茂君。それではそれを議論する国会のあり方ってどうなるんだろうかということについて少し総理のお考えを受けたまりたいと存じます。私もいたずらに議歴を重ねて28年目になります。480人の中でいつの間にか上から数えて30番目ぐらいになってしまいました。与党も野党も経験もしましたし、閣僚も務めさせていただきましたし、常任長も務めさせていただきました。ある程度は知っておるつもりですが、世の中にあまたあるいろんな組織の中で、この国会っての改革、これがかなり遅れているのではないかと、そういう認識を持っております。国権の最高機関である国会において、本当に有意義な議論が戦わされ、そして結論を出した、まさしく国会どうあるべきかということに我々は答えを出していかねばならないと思っております。で、総理が国会に出席する日数というのが日本の場合には極めて多い、これはいいことなんでしょう。総理が国会においていろんな存念を述べられるというのはそれはいいことなんでしょう。しかしながら民間有識者のあるデータによれば、平成23年ですが、総理が国会に出席した日数は127日であったということであります。同じく議員内閣制を取っておりますイギリス、少しその期間は違いますが、調査をした期間は違いますが、イギリスにおいて総理が国会に出て発言した日数は38日、ドイツは11日ということでありました。それは一国の総理ですから多くの問題を処理しなければならない。同時に総理今非常に努めておられますけれども、外国に出て日本国の立場というものを述べねばならない、まさしくそういう時代になったんだと思っております。てなことを言いますと、ほらほらと総理の負担を減らそうとしているのかとか、国会における総理の説明をおろそかにするのかとか、そういうご批判がございますが、私はそのようには考えておりません。
むしろこの国会というのは政府と議員がやり取りをする、質問をするということも大事ですが、同時に議員同士の議論の場、政党同士の議論の場、そういう国会としてもっと機能しなければならないのだと私自身は考えております。今日もこうやって全部の閣僚ご出席でありますが、こういう場においてはやむを得ないにしても、往々にして予算委員会においては全閣僚が出席をすると、場合によっては答弁一回もないけれどずっと座っているということが実際問題あるわけですね。そして9時から5時まで国会に座っていて、それから役所に帰って仕事をして、役所を出るのは11時12時ってこともよくあるお話でございます。これをもっと機能的に動かすことはできないのだろうかということに、我々自民党公明党も、そしてまた野党の多くの党も、与党として政権に携わってまいりました。維新の会とかみんなの党とか、党自体としては政権に参画しておられないけれど、党首クラスは政権に入った経験をお持ちの党もたくさんあるのであります。すでに自民党から提案が出た、民主党からも提案が出た、維新の会から率先して提案が出ております。あの時ああ言ったらお前ら断ったじゃないか、この時ああ言ったらお前ら断ったじゃないか、そんな過去のことを言っても仕方がないのであって、この国会をさらに有効に機能させる、そういうことは必要だと思っております。その場合に、では総理はどこにおいて答えるのかということでありますけれども、党首討論というのがございます。あれをもっと充実させるべきなのではないだろうか。その頻度においては国会で決めることですが、頻度を上げる、そして内外の課題全般なんぞというですね、ふわっとした抽象的なテーマではなくて、今度は汚染水問題である、今度はエネルギー問題である、今度は財政であるというふうにテーマを決めて、さらに時間を少し増やしてということについて、私は総理と野党との間にもっともっと議論が行われることが国会改革においては重要であると考えております。総理のお考えを受けたまります。安倍内閣総理大臣。国会において、総理大臣以下の閣僚が国民の代表たる国会議員から質問を受けて、それに答えていく、政府が進めようとしている政策、あるいは行ってきた政策、そして執行しようとしている予算、執行を行った予算について、詳細に国民の疑問に答えていくという意味においてですね、国会でその責任を果たしていくことは当然のことなんだろうと、このように思います。だからこそこれは憲法にもによってですね、我々もその義務を負ってまいるわけであります。と同時に、我々はこの国会での説明と同時に、さまざまな行政に求められる課題は多いわけであります。特に今経済においては、グローバルな経済の中で日本は勝ち抜いていかなければならないわけであります。大変変化も激しい、その中において我々は政治主導によって物事を決めていかなければなりません。政治主導によって決めていくということは、最終的には、総理大臣が判断をしていく。で、この総理大臣の判断を問われることは日々行われるわけで、ございます。また同時に、海外に総理大臣が出向いていく、あるいは政治レベルで出向いていってですね、さまざまな交渉において日本を優位な立場にしていく、日本の魅力を売り込んでいく、日本の存在感を上げていくことも大きな責任であり、今まさにそれが求められているわけでありますし、また同時に海外から要人がやってくる上においてですね、国会が開会中は日程調整が非常に難しいという課題も多方あります。今は国会の了承を得ながら、お願いをしながらですね、その中で最大限
行っているわけで、了承を得ながら海外に出張したり、あるいはまた海外のお客様をお迎えをしているわけで、ございますが、この中であるべき姿はどうかと、つまり、その中で、歴代の総理大臣もですね、もう少し、政治的な判断をする上において、静かに、考え、実行し、決断を下していくという時間があった方がいいのではないかということを述べておられる方々がですね、我が党だけではなくて多くおられたのも事実であります。そういう中においてこの時間の配分のあり方、そして国会の運営のあり方、議員と政府とのですね、議論のあり方等ですね、これは建設的なご議論をいただければいいと思いますし、その中で今石破委員がご指摘になった党首討論、まさにこの党首討論を活用しですね、与党と野党のトップ同士が、議論をし、お互いに、見識を戦わせることによって国民の皆様に選択肢を示していく、あるいは今の課題は何かということを浮き彫りにしていくということも、大切ではないか、その党首討論のより一層の活用、そしてそのことによってですね、中身を深めていくということも、重要ではないかと、このように思うわけでありますし、あるいはまたさまざまな質問に対してですね、こうした例えば予算委員会の場合はすべての大臣が出席をしているわけでありますから、それぞれの役所の課題においては基本的にはですね、その責任者である出席をしている大臣が答えていくことによってですね、より深い議論につながっていくのではないかと、このようにも思うところであります。いずれにせよ、こうした政府と国会との間の議論、どれぐらい時間を使っていくべきかどうか、そして、中身をですね、質をどのように高めていくべきかどうかということについて、ぜひ国会においてご議論をいただければ大変有意義ではないかと、このように思います。石破茂君。まさしく国権の最高機関たる国会、これが十分な機能を果たしていかねばならんと思っておるのです。で、国会改革というのは本当に急がれる課題なのであって、私ども議会としてそのことにきちんと答えを出したいと、できればこの臨時国会から、さらには通常国会において、国会において政府を追及する、政府はなんとかその場を逃れようとして時間を費やすというような議論は、そろそろ変えていかなければならんのだと思っております。国会において有意義な議論が叩かされ、そこにおいて上げ足を取ったり、そういうことではなくて、そしてなんとかそういうような言質を与えまいとする答弁に終始するのではなくて、本当に本音の議論が戦わされ、答えが出る、そうしていかなければ日本全体の改革は難しいと実は思っているのです。我々自民党も提案をいたします。ぜひ野党の皆様方におかれても、与党でも野党でもいいんです、この国会において我々がいかなる責務を果たすことが、国民に対して、国家に対してその役割を果たすことかと、そういう気持ちで議論をしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。政策課題に入ります前に一つお尋ねをしておきます。伊豆大島であります。また台風の接近というものが報じられまして、伊豆大島においては非常に緊張が高まっており、政府を挙げて今度は犠牲が出ないようにいかにして被害が最小にとどめられるかということに尽力をしておられると思います。現場も大変な状況の中で最大限の努力をしておられると承知をしております。伊豆島の災害につきまして総理のお考えを受けたまります。安倍内閣総理大臣。台風26号により、伊豆大島で多くの方々が命を落とされた、改めてご冥福をお祈りをしたいと思いますし、今の段階で、困難な避難生活を余儀なくされている方々にお見舞いを申し上げたいと、このように思います。さらなる被害が懸念されているわけでございますが、これ以上犠牲者が出ないように万全を期していきたいと、このように考えておりますし、今までの台風豪雨と違って、
降る雨の雨量がですね、過去とは比べて飛躍的に増えているわけでありますから、過去の事例の積み上げにとらわれることなくですね、できることは全部やって人命尊重第一で対応していくことが重要ではないかと、このように思います。19日には古谷防災担当大臣、そして太田国土交通大臣を現地に派遣をしたところでございまして、その場におきましてですね、万全の体制を敷くようにそれぞれ指示をしていることと承知をしておりますが、いずれにせよさらには台風27号もですね、再びこの大島を直撃する可能性もあるわけでありますから、万全の体制をで臨んでいきたいとこのように思っております。石破茂君。今までの常識では通用しないような、そういう災害が頻発するようになりました。で、私ももう今からずいぶん前です、若い頃災害対策特別委員をやっておって、その時に避難勧告の出し方とか避難命令の出し方とかいかにあるべきなんだろうか。今回町長さんが公務で出張しておられたと、そのことが議論になっていますが、避難命令とか避難勧告とかいうのを出す場合に、それが行政の裁量に任されて本当にいいものなんだろうかって思いがその時からずっとあるのです。で、早く出して被害がなければなんだ人騒がせなみたいなことにならないとも限らない。しかしそういうような勧告あるいは命令を出すことが遅れて甚大な被害が出たとすれば、それはもう責任は免れないわけですね。で、行政のトップっていうのは常にそういう逡巡の中にあるし、ギリギリの判断を求められているんだろうと思います。この避難勧告と避難命令の出し方は出すことができるという規定になっていますが、こういう条件を満たした場合には出さなければならない。これ私断定的に申し上げるつもりはありませんが、総理がおっしゃいますように今まで経験したことがないことが起こっているわけであります。だとすればこの災害に対する仕組み自体見直していかねばならないのではないか。もう一つは防災に携わる政府の人員マンパワー、これが本当に十分なんだろうかという思いがございます。仕組みの問題あるいは人員の問題において防災担当大臣あるいは関係大臣政府内においてもう一度新たな考えを示していただく必要があるのではないかと思います。もしお考えがあれば受けたまりたいと存じます。防災担当大臣。お答えいたします。委員ご指摘のようにですね、今回の26号台風では大島町内において結果として、避難の警告やあるいは指示というものが出なかったわけで、ございます。ご承知のようにこの避難、の警告とか指示はですね、地方公共団体の首長が出していただくということになります。その出す判断基準を、今回の場合ですと東京都あるいは気象庁等々から情報を提供して最終的に判断をする。町長さんも今ご指摘のように当日は公務でいらっしゃらなかった、いろんな要素があります。今その辺のですね、どういう時系列的に対応したのかということを詳細に検討いたしております。これはやはりこういった残念ながら多くの犠牲者を出してしまいましたので、今後ですねこの教訓をしっかり生かしていく、そのためには今申し上げたその指示の出し方、警告の出し方あるいは特別警報のあり方についてもですね、もう一度検証して必要な改正をすべきということになればですね、しっかり私どもとしては対応していきたいというふうに思っております。そのためにもやはりすべてを地方公共団体に任せるということではなくて、場合によってはいろいろな知見を持っている政府がですねしっかり指導的なアドバイスをしていくという環境も場合によっては整えていくべきかもしれません。その辺は詳細に検討して速やかにお答えを出していきたいというふうに思っております。石破茂君。この点数年前にですね、その我々が野党の時にも指摘をしたことなんです。で、私たちも法律をこうするべきだ、制度をこうするべきだということを具体的に示さなければならなかった。そのことについての反省は私もあるのですが、今古谷大臣お答えの通りですね、もう一度検証していただいて、できるだけ早い機会に
このように変わったということを示さなければならない。それが我々政府与党の責任だと思っております。私ども最大限尽力いたしますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。さて、政策について承りたいと存じます。冒頭お話があったように、私ども衆参において国民のご支持をいただきました。まあ、黄金の3年間、まあ、何が黄金だかよく知りませんが、とにかく3年間はもちろん解散は総理のご判断ですから、私はここであれこれ言うことではありませんが、3年間は大きな選挙がないということがあり得るという状況になっております。で、第一次安倍政権というのは、例えば教育基本法の改正、あるいは国民投票法の制定、あるいは防衛庁の省への移行、多くの歴史に残る仕事をしてこられました。で、しかしながら、あまりに多くの課題というものに一度に総理が国家に対する使命感、責任感を持って臨まれた、多くの課題に取り組まれた。冒頭おっしゃったように参議院選挙が来ちゃったわけですね。で、小泉改革というのがあって、いろいろな改革がなされた。そのことのケアというものを国民は望んでいたのかもしれない。多くの改革はなされたけれども、結果として参議院において勝つことはできなかった。総理が退陣された。第一次安倍内閣と第二次安倍内閣の違いはそこにあると思っています。衆議院参議院において国民のご信任をいただいた、総理のご判断ではあるけれども、3年間という期間を見据えることができるということになりました。そこが大きな違いです。さすれば、どのように政策をこの3年間にやっていくか、もちろん先延ばしにしていいとか、いい加減にしていいとか、そんなことを申し上げているわけではありませんが、私自身一番急ぐのはやはりデフレからの脱却であり、経済が成長を取り戻すのであり、財政の規律が回復するのであり、雇用が改善するのであり、一人一人の所得が増すのであり、そのことをまず示すということが政権として一番急がれることではないかと思っています。もちろん並行して被災地の復旧復興、汚染水への対応、普天間の問題、TPP の問題あります。そういうものは並行して全力を尽くしていかねばならないが、まず我々の政権としてこの経済の成長、そして財政の持続可能性の維持、社会保障の持続可能性の維持、まずこれをきちんとお示しをする。そのことによって国民が期待ではなく実感として安倍政権を信任するということになって、多くの課題が解決できるのではないか。それまで何もしなくていいのというのではありません。後ほど議論しますが、集団的自衛権の問題というものは総理も私もライフワークとしてどうしても成し遂げたいと思っている。その思いは全く総理と共有するものであります。しかし、そういう問題が訴状に上ったときに、万全の体制でそれに臨めるように、周到に、綿密に、誠実に準備を重ねておく、そういう期間も必要なのではないでしょうか。この3年間というものが、計画的に政策の優先順位を定め、3年間の間にこの失われた20年の答えをきちんと出すということが必要なのではないかと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。ただいま石破議員がご指摘になったようにですね、まさに第一次安倍内閣においてはですね、さまざまな課題に挑戦したわけでございますが、残念ながら国民の皆様の評価をいただけずに参議院選挙で惨敗をしたわけでございます。さまざまな原因があるわけでありますが、今回との違いの一つはですね、小泉総理から引き継ぐ形でですね、党内の総裁選挙は行いましたが、しかし総選挙を経ることなく総理に就任をしたわけでございます。その際、総裁選挙で約束したことについてのアジェンダを決めて実行していったわけでありますが、国民的なですね、いわばそうしたアジェンダについてはですね、共感を得ていたかといえば
必ずしもそうではなかったんだろう、国民のニーズとはそれが、マッチしていなかったということも言えたかもしれないと、まあ、このように、思います。まあ、今回は昨年まさに私たちは日本を取り戻す、これを大きなテーマに、そのためにはデフレから脱却をして強い経済を取り戻さなければならない、そして家計を潤していく、そのためにも賃金を増大し、そして雇用を拡大をしていく必要がある、早くそうしたいい景気循環の中に入っていくために私たちは三本の矢をはじめとしたこういう政策を打っていくということを明確にして私たちは政権を獲得をしたわけでございます。その上において参議院選挙においても私たちが進むべき方向、今申し上げた方向性、優先順位を明確にしながら参議院選挙でも勝利を得ることができました。その上においては優先順位は極めて明確になっているわけでございまして、デフレから脱却をして、そして強い経済を取り戻す、そしてそれは安定的な社会保障制度にもつながっていくわけでございますし、まさにそれは賃金を増やしていく、雇用を拡大していく、国民一人一人が潤っていく、まだそれは道半ばであり、残念ながらまだまだ全国津々浦々にそれをお届けできているかといえば、まあ、そうではないわけでありまして、これを全国津々浦々にお届けするというのが参議院選挙の公約でもあったわけでございますから、これをもちろん最優先に、もちろん今、委員がおっしゃったようにですね、東北の復興、これも重要な政策でありますし、今日々の汚染水対策もあります。また安全保障に目を転じれば普天間への移設の問題を含めた課題もあるわけでございます。そして教育の再生もあります。さまざまな課題に挑戦をしていくことが求められているんだろうな、その中できっちりと優先順位をつけながらですね、間違いないように体制を整え、体制をより強くしながら、難しい同時にですね、体制を強化しながら、より力を蓄えながら、なかなかですね、国民の皆様の中において十分に議論が深まっていない大きな中長期的な課題もあります。それに備えていく、その備えていく上においては、そうした課題を避けるのではなくて、同時にそういう課題に対してもですね、議論が深まっていくような努力もしていくのは当然のことなんだろうと思いますし、そうした難しい中長期的な課題にも私たちは挑んでいくんだという姿勢を見せなければ、いつまでたってもそうした課題に取り掛かることはできないんだろうなと思います。そうしたこの優先順位、あるいはまた中長期的な認識と決意を持ちながら政権運営に当たっていきたいと考えております。石破茂君。去年の今頃考えてみますとね、株は7000円台ということだった、円は70円台ということで、一体日本はどうなっちゃうんだというふうに思った人がたくさんいたのでありますが、安倍政権がスタートしてもうすぐ1年になります。株は1万5000を伺う勢いになり、そして円は適正水準を取り戻しつつあります。大胆な金融緩和と機動的な財政出動、これでここまで来ました。これは総理の大きな決断だったと思います。それまでそんなことやっても意味がないと、そういうことをやっても効果がない、いろんなことを言われていましたが、あえて決断をされて、この1本目の矢、2本目の矢は大きな効果を発しつつあります。しかしながら問題は3本目の矢である成長戦略、これをやらなければデフレからの脱却はできない。はっきり申し上げて、金融緩和ってどこまでもいつまでもできるものではない、財政出動もいつまでもどこまでもできるものではない、これにはおのずと限界があることはみんな分かっていることであります。さすれば成長戦略をどのように描くかということは、なんでそもそもデフレになったのということの認識をきちんと持たなければならない。これがデフレの原因だという唯一無二のものがあるわけではない、多くのものが複合的に重なり合ってデフレというものが起こっているのですが、結局経済というものがリーマンショックの衝撃があまりに大きかった、投資をするよりも手元に現金を持っておいた方がいい、バブルの崩壊のショックも大きくて、いろんな投資というものを控えるようになった、個々の企業としてみれば
それは正しい判断であったかもしれないが、こういうバックミラーを見ながらですね、後ろ大丈夫かな、右大丈夫かな、左大丈夫かな、右を見ながら左を見ながらというような、そういうような経営があちらこちらに行われるようになって、それが合成の誤謬という形で日本経済をデフレに導いていったのではあるまいか。従業員を削減をする、あるいはコストを下げる、そのことによって労働者の賃金は減る、下請けは叩かれる、それって過当競争というのがあったのではないだろうか。あるいは投資を抑えるという過小投資という状況があったのではないか。あれもやっちゃいかん、これもやっちゃいかんという規制にかなり岩盤的な強固なものがあったのではないか。スローガン的に申し上げれば、過当競争をやめ、そして過小投資を適正な投資に変え、そして規制を、社会的規制は維持しつつも経済的な規制はなるべく取っ払っていった方がいいのではないかと、スローガン的に言えばこの3つなんだろうと思っていますが、デフレの原因というのは何であり、それをどのようにして除去していくのかということがこの国会において議論されねばならないことだと思います。後ほど塩崎議員から詳細な議論があろうかと思いますけれど、政府は何でもできる魔法使いではないのであって、政府としてできる限りのことをすべてやる。この後は民間が雇用者側も労働者側も含めてどう答えてくれるか、あるいは地方がどう答えてくれるか。先ほど政権に対する信任が大事だと申し上げたのは、この政権は信頼できるということを国民の皆さん方に思っていただいて、政府が可能な限りのことをすべてやった上で今度は国民に答えていただくということも私どもはお願いをしなければならないことであり、民間の力の爆発というのはそういう意味合いではないかと私は認識をしているのであります。今申し上げた過当競争の是正、過小投資のから適正な投資、そして規制の緩和、この3つについて総理のお考えを受けたまります。安倍内閣総理大臣。現状の問題点、デフレの問題点、あるいはそのデフレ克服に必要なのは何かという問題意識においては全く私も委員と同じでございます。デフレはなぜ起こったか、さまざまな議論がありますが、同時にですね、15年間後デフレが続いてきたことによって起こった一つの大きな問題としては、デフレマインドがこびりついてしまったということであります。まさにこのデフレマインドをまず払拭をしていくために、我々は大胆な金融緩和と機動的な財政政策、今までとは次元の違うもので、このデフレから脱却をしていくという強い意思を示しました。その中でデフレから脱却できるかもしれないという気持ちが起こったのは事実だろうと思います。それがある意味では15年間こびりついたものを取り去る一番難しい作業なんですが、まずそれに我々は最初に取り掛かったのでありまして、その上においてしっかりとこれから安定的にデフレから脱却をして成長軌道に乗っていく上においては、過剰な規制、そして過小投資、あるいは過当競争、この3つをですね、しっかりと見据えながらそれに対する対応をしていく、行き過ぎた規制についてはそれを取り除いていく、新たな可能性をどんどんそこから引き出しながら、チャレンジする企業がどんどん出てくる、あるいは海外からも投資が起こるような、そういう経済に変えていく、ダイナミックな経済に変えていくということと同時にですね、過当競争、これはおっしゃる通りでありまして、この過当競争の中においてグローバルな競争をする前にもう日本の中でこれくたびれ果てていくという、でこれは賃金の低下を招き、デフレにもいわばデフレストッパーとしての役割を果たしていた賃金自体がですね、むしろお互いに競ってこの賃金を下げ合っていくという状況にもなりかねないわけでありまして、それをですね、やはりこの過当競争をですね、これは成長産業にですね、成熟産業から成長産業に人が移っていくということも起こしながらですね、業界再編がスムーズにいく中において競争力を回復し、そしてそれぞれがですね、の企業が
強い体質を勝ち得ていく中において、まあ、十分な賃金、そしてさらには成長産業が伸びていくことによって、まあ、雇用の拡大も図っていきたいと思います。その中において今申し上げました企業がしっかりと投資をしていく、最初の日本の矢によってですね、デフレから脱却できるかもしれないという、インフレ期待が起こってきたわけでございました。その中においては投資をしていくことが、これがだんだん、まあ、経済合理性においてですね、経営者として正しい判断として、これは多くの経営者が共有するに至ってくればですね、しっかりと投資が起こっていく、まあ、デフレ状況であれば現金を持っていれば現金を持っているほどいいわけでありまして、その中において投資をして新たな生産性を上げて物を作ろうというふうにはなかなかならないわけでありますが、そうではなくて持っていてはですね、むしろこれがだんだん少なくなってくる、デフレから脱却すればそうなっていくわけでありますが、そういう認識を経営者が持って早く投資をして生産性も上げなければいけない、早くしなければ人材が集まらない、しっかりと雇用条件を良くしなければ人材も確保できないとなればですね、これはデフレから脱却していくという、そういういわば経済になっていくのではないか、まあ、そのためにも今委員がおっしゃったようにですね、過剰規制、過当競争、そして過小投資、この3つにしっかりと取り組んでいきたいと、取り組んでいかなければならないと、このように考えております。石破茂君。この国会においてさらに具体論について踏み込んで、論じたいと思っております。でこの時期に消費税を上げるというのは一体どういうことなんだというふうによく言われます。しかしながら私どもとして三党合意に基づき、それは誰も喜ぶ話ではありませんが、消費税を上げていかねばならない二つの論点があると思っています。一つは消費税を上げて1997年橋本内閣の時に3から5に上げたじゃないかと、あの時に経済が悪くなったじゃないかと、そのことと今と何が違うんだという論点が一つ、もう一つはともすれば忘れられがちなのですが、何のために消費税を上げるのかいという議論がどうもこう十分ではないように思うのですね。順序逆になりますが、何のために今回上げねばならないかということであります。そして橋本政権時に上げたときは、あのときはアジアの通貨危機があり、国内の金融危機があり、この二つがぶつかってしまったのだと、今回はそのようなことがないのだ、以上おしまいというようなことであってはならないのであって、あの時と比べて財政ははるかに悪いわけですよね。そしてまた企業の設備投資の状況も、総理が先ほどからおっしゃいますようにかなり低い水準にあるわけですね。ですからあの時と単純に比較をすることはできないが、あの時と今と何が違うのか、今回消費税を上げても経済が安定的に成長するというのは、それはどういう根拠に基づくものであるのか、そして消費税は社会保障の安定のためであり、財政の信任のためであり、よくギリシャになるぞという議論をする人がいますが、ギリシャと日本ってずいぶん前提条件が違うんで、ギリシャの場合にはユーロ圏ですから独自で金融政策というものを取ることはできない、そして公務員が圧倒的に多いということであって、日本とギリシャと同一に論じることはかなり危ない議論だとは思っていますが、財政の信任が要求されるのは同じことであります。借金するときには担保を出すんですけど、国債の場合には担保を出すわけではありません。何が担保かといえば、それは国の信任、財政規律に対する信任なのであって、これが一回失われたらもう手の打ちようがない、財政破綻しかないわけですね。なぜ今の時期に、そして97年時と何が違うか、消費税を上げることによって実際に国民にはどのようなメリットがもたらされるのか、簡単でいいですがお答えいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。この消費税については、我が党ではずいぶん長い間議論してまいりました。すでに我が国は累積債務を相当多く抱えているわけでありますし、毎年伸びていく年金や医療や介護、そして子育て、社会保障費があります。この社会保障費に対してですね、特に年金と医療と介護、これ毎年伸びていくわけでありまして、これに対するしっかりとした
対応が必要であるわけであります。もちろん、日々、改革を行う、見直しを行う、合理化を行うことは大切でありますが、サービスの水準を落としてはならないと思いますし、それは多くの国民は望んでいない。その財源を安定的なものにしていかなければ、社会保障制度自体を安定的に次の世代に引き渡していくことはできないわけであります。一方、すでに、あるこの累積債務に対応する上においてですね、国の信任を確保する上に確保しながら、同時にですね、しっかりとそうした社会保障のニーズに応えていくことが重要であります。さらには、子育てに対するですね、施策も拡充をしていく必要があるでしょう。それを行っていくためには、やはり新たな税の負担をお願いをするしかないということでございまして、当然ですね、すべて消費税引き上げ分は全額社会保障費の社会保障の財源として、使うわけで、ありまして、それを例えば経済対策に回すということは、一銭たりとも回すということはありません。すべてを回していく、これははっきりさせておきたいと、このように、思います。そして、それは、具体的には、基礎年金の国庫負担を、3分の1から2分の1にしていくものに振り向けてまいります。さらには、待機児童解消を加速化、プランの推進をはじめとする、子育てへの支援であります。そして在宅医療や、在宅介護サービスを、充実してもらいたいというのは相当大きな、これは要望があるわけでありまして、これも、今回のですね、消費税引き上げによってですね、それが可能になっていくわけでありますし、低所得者の方々の保険料のさらなる軽減も行ってまいりますし、また難病対策も充実をしてまいります。こうしたさまざまな社会保障制度を充実するとしておりまして、消費税財源という安定的な財源によってですね、国民が安心できる社会保障制度体制をですね、構築維持をしていきたいと、このように思います。そして同時にですね、同時に、1997年、橋本内閣の時に、消費税を3から5に上げ、そしてあれ以来ずっと日本は、デフレ経済になり、に落ち込みですね、景気は低迷したではないかと、税収もそれから、増えていないではないかという指摘があります。そこで、私たちもですね、あの後のですね、日本のいわば経済の状況を、マクロ的にもしっかりと分析をしながら、今回は二度と同じ道を、進まないようにしようということに一番これは、気を配ったわけで、ありまして、だからこそ、有志の方々、60名の方々にお集まりをいただいて集中的な、検討を加えていただきました。何人ものマクロ経済学者に集まっていただいて、さまざまな議論をしていただいた結果ですね、97年4月の、消費税率引き上げ以降、個人消費は、落ち込み、個人消費はですね、書き込み、需要の、反動源が、見られたものの、7、9月期にはですね、増加に転じ、短期間で、回復はしていますが、その後の同年7月以降のアジア通貨危機や11月の、金融システムの不安定化というですね、他の要因もあり、景気は後退に向かったものと、承知を、今委員ご指摘のような、こういう事情については承知をしております。一方、現在の我が国、経済についてみるとですね、不良債権処理をはじめとする、構造改革の、進展などにより、97年当時と比べて、金融システムはまず安定をしているということであります。そして、企業の財務体質も強化、相当強化されているということであります。さらに、3本の矢によってですね、大胆な金融政策を行っている、そして機動的な財政政策も行っているということでありまして、これはまさにあの後陥ったデフレマインドからを払拭するためでありますが、これも大きな違いであります。日本銀行とですね、政府が 2% という物価安定目標について合意をしている、これも全然大きな違いと言ってもいいんだろうということであります。
今回の、そして引き上げの判断にあたっては、5兆円規模の経済対策の策定や1兆円規模の投資減税等を含む経済政策パッケージを合わせて策定をしまして、引き上げによる反動減を緩和をして景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げを実現していくこととしております。つまり来年の4月から消費税が上がる 3% 上がるわけでありますが、その反動減を緩和をしながら、その後ですね、その後今進んでいる成長軌道にまた元に戻すようなですね、そういう対策を打っているということでありまして、いわばその場しのぎの経済対策ではなくて、成長力を維持するための対策を今回は打っているということであります。以上、石破茂君。この国はですね、ともすれば法人は悪、企業は悪で個人は善であるというような考え方が一部にはまだあるように思います。しかし我々は何も個人の負担を増して法人を優遇してということを考えているわけではなくて、どういうやり方を取れば国民一人一人の生活が向上するかということのために、どういう手段を取るかということなので、関連論で論じているわけではありません。消費税は上げる、法人の負担はなるべく減らしていかねばならない。それは何のためかといえば、法人を潤すためではなくて、いかにすれば個人が豊かになるかということのために、いろんな税制は論ぜられるものだと思います。総理がおっしゃいますように、消費税分はすべて社会福祉に充てられるということになっています。一部において不足によってそれ以外にも使えるように読めるじゃないかという話がありますが、それは曲解なのであって、今まで消費税というものが負担をしなかったことによっていろんな投資というものが抑えられてきた。消費税を上げることによって生じた余裕を本来回すべきもの、減災であり防災であり、そういうものへ回していこうという意図なのであって、消費税をそのようなものに流用するというようなことは断固として考えていない、そういうことだと思いますが、それでよろしいですか。安倍内閣総理大臣。私たちがなぜ消費税を上げるかといえば、これはもう目的ははっきりしているわけでありまして、伸びていく社会保障費に対応するためであり、同時にですね、子育て等の新たなニーズ、今までもあったニーズでありますが、不十分であったそういう対策をしっかりと拡充していくため、社会保障費に充てていく、これはもう重ねて申し上げますが、これ以外には当てないということははっきりさせていただきたいと、このように思います。石破茂君。それでは今国会において議論されますことのテーマでももう一つであります NSC 並びに秘密保護であります。なぜ今回秘密保護というものを行うのかということでありますが、逆に申し上げれば、なんで今までやらなかったのということの方が問われてしかるべきだと思っています。今回の法案は各省バラバラに秘密が指定されていたのを統一の基準をもって定めるということ、そのことが明らかになれば国家の安全保障にとって重大な影響を与える恐れのある、そういうふうに厳しく基準を決めて、統一した基準でそれを定め、誰がそれを取り扱うかということを明確にし、さらにそれを知った上で漏洩をしたらどうなるかということで抑止力を高める、そうしていかなければ NSC を作っても本当の情報が入ってこなければきちんと機能しないということになるのだろうと思います。詳細な議論はまた委員会で論じられることでありますが、恐れられているのは行政の支援をどれだけ防ぐかということだと思います。行政の支援によって秘密にしてはならないものを秘密にしてしまったということがあってはなりません。基準を作るにあたっては一つの権威あるそういう機関によって何が秘密であるかということを指定することが極めて重要なことだと思っております。どのようにして行政の支援を防ぐか、あるいはそれを監視する機構というものが立法府であるのか行政府であるのか、
立法府が問われねばならないのは秘密会のあり方であって、秘密会というものが議事録を取らないだけよみたいな秘密会であっては秘密会の意味が全くありません。これは我々立法府において答えを出さねばならないことですが、何にしてもよく心得ねばならないのは行政府の恣意をいかにして防ぐかということであります。今回提出されるであろう法案も十分に配慮されたものだと承知をいたしております。基準について有識者による会議を設ける、これは権威のあるものでなければなりません。総理の指摘諮問機関で十分だと私は思っておりません。誰がそれを検証するかということ、行政の恣意をどのように防ぐかということについて担当大臣でも結構です、総理でも結構ですが、お答えいただきたいと存じます。安倍内閣総理大臣。まずなぜこの法律が必要かということについてですね、お話をさせていただいて、今中身については担当大臣から、答えさせたいと思います。NSC については、国家安全保障会議を作る、なぜ必要かといえばですね、日々、さまざまな問題も起こるわけでありますが、安全保障上の重大な決断を下さなければいけない、事象が起こる可能性というのは常にあるわけでありまして、その際ですね、総理大臣が、どういう対策を取るかということは、あらかじめですね、ある程度、選択肢が用意されていた方がいいわけでありまして、その起こりうるかもしれない事態に対して、その選択肢においてですね、その選択肢を取ったらどういう外交的なこれは反響があるか、同盟国との関係はどうか、アジアの諸国との関係はどうか、ということも含めてですね、分析がなされている。でこの課題を取ったらそうですと同時に、いわば、安全保障上ですね、どういうそれは意味があるのかということを外交的に、そして安全保障上ですね、そしてさらには軍事的にどうかというさまざまな分析がなされている必要があるんだろうと、このように思うわけでありまして、やはりそうした、機能はこれは今後ですね、安全保障環境が厳しさを増している中において、必要なものであるということは、多くの我が党だけではなくて、与党だけではなくて、多くの議員が共有していただいているのではないかと思います。そうしますと、それを分析をしていくためには分析する情報の収集も必要になるわけでありまして、ですから分析と情報の収集は別でありますが、そして情報の収集を行う場合は国内の情報収集の機関が行うだけではなくて、海外のですね、さまざまな機関とのこれ情報の共有交換もあるわけであろうと、このように思います。それを分析したものをですね、さらには、過去の NSC 同士と政策的な議論も行っていくことはですね、政策をより、緻密にし深めていくことにつながっていく。ただ各国の情報機関との情報の、交換、あるいは政策における、意見の交換を行っていく上においては、秘密を厳守するということが大前提で、あります。つまり NSC 機能をたらしめる機能を発揮させるためにはですね、どうしても私は必要ではないかと、このように考えているわけでございます。そして今の、委員のご指摘については担当大臣から答えさせたいと思います。森国務大臣。行政機関による恣意を排除しなければならないというご質問がありました。まず前提として、今検討中の法案でございますけれども、特定秘密は従来から秘密として扱われている情報のうち、安全保障、テロ、スパイ活動など特に秘匿を要するものを指定するということを想定しているものであって、従来の秘密の範囲を拡大するものではございません。そしてそれを指定する行政機関の長が5年ごとに延長するということで、5年ごとであると同一人物ではない今可能性も出てきておりますので、そこでのチェック、さらには30年後に内閣の承認を要するということでチェックをしております。さらに国民の知る権利をしっかりと法定して、情報公開法の手続きも適用するということで、行政の恣意をしっかりと排除してまいりたいと思います。委員長。石破茂君。これは国家にとって
国家の独立と平和、国民の生命と財産、それにとってどうしても重要な情報であるというのがあるということは確かだと思います。そしてそれを保全するために法律を作るというのも当然のことであります。問題は先ほど大臣がお答えになりましたように、真っ当な政府ばっかりとは限らないので、そうじゃないときにどうするかということも考えておかねばならないので、いかにして行政の恣意というものを阻止するかということについて、ぜひこの国会においてきちんとした議論をし、国民の皆様方に特進をしていただきたいと存じます。それでは NSC において何を論ずるのだということでございます。今の安保会議が、総理も何度もご出席になっておられる、私も担当大臣として出席したことが何度もあります。正直言ってかなり形骸化しているという批判は免れないところがあるだろうと思います。そして総理の諮問機関ですから、最終的な決定権は閣議にあるわけですね。それは今回もあまり正確に変質があるとは思っていませんが、安全保障に関する企画立案を今まで外務省が追っていたものを、これからは NSC が追うのだというところに大きな意味があるのだと私自身は思っております。お答えはいりませんが、シリアの情勢っていうのを国会であまり議論したことがありませんね。でかって1938年ナチスがズデーデン地方に侵攻するという事案があったときに、イギリスのチェンバリン首相が、あれは我々にとって関係ない地域の関係ない人々の出来事である、私直接聞いたわけじゃないが、ものの本によればそう語ったと言われている。それが融和政策と言われることもあるけれど、結果としてヒトラーの増長というのを許したということも否定できないことだと思っています。今回オバマ大統領がシリアに対して軍事攻撃というものをロシアの提案に従う形で、一時的にかどうかは知りませんが、その用意を怠ることはないと言っていますけれども、今回それを行使することはありませんでした。これは一体何を意味するものなのだろうかということでございます。でシリアにおいて亡くなったとされる方はもう10万人を超えている。これボスニアの犠牲者をはるかに上回る数なわけですね。国外に逃げていく人はもう200万人と言われている。サダム・フセイン政権と比べて、もし世評を言われることが事実あるとせば、このアサド政権が国民に対して大量破壊兵器を使ったということが事実でありとせば、今回のことの経緯というのは決して戦争が回避された、よかったよかったということで喜ぶ話にはならないのだろうと思っています。要は大量破壊兵器を持っている、しかしそれに対していろいろな軍事介入が行われない、大量破壊兵器を持っていることが独裁者の政権というものを延命させるものだとするならば、その期間においてさらに反対勢力に対する弾圧殺戮が行われるものだとすれば、それは決していいことだと思っていないのです。こういう状況を見て、じゃあ北朝鮮ならどう考えるだろうかと、あの国がこの状況をどう見ているだろうか、じゃあロシアが果たした役割を他の国が果たすとすればどうなのだろうかということまで我々は考えなければいけないことだと思います。 NSC においてはそういう議論もぜひしていただきたい。もう一つ、尖閣についてこれを守るのだという強い意志が総理から常に示され、先般の本会議でも示されました。まさしくその通りだと思っています。しかしそこにおいて我々がやらねばならないことは何なのだろうかと、今の海上保安庁に領海領土を守るという任務は明確には与えられていない。海洋の治安を維持するという任務は与えられているが、明確にそのようなものに対処するというミッションは海上保安庁には与えられておりません。そうすると中国の船、軍艦であれ、あるいは航船であれ、漁船であれ、それぞれ対応は違いますけれども、こういうような領海侵犯、領空侵犯が恒常的に行われるとすれば、それは日米安全保障条約にいうところの日本の施政にある領域ということ自体が
揺るがされることにもなりかねないのだと思っております。海上保安庁の権限には限界がある。そして能力を考えてみたときに、海上保安庁の船、本当に最大限の体制で臨んでいますが、いかんせん船が少ない、洋上給油ができませんから、油がなくなれば帰らねばならない、洋上補給の能力なくていいのかということも論ぜられなければならないでしょう。さらに法的にもっと議論されねばならないのは、それでは海上警備行動、治安出動、これを加齢したとしても、それはあくまで本質が警察権ですから、警察司令の原則というものは厳格に適用される。なんで警察司令の原則というのがあるかといえば、それは憲法に基づく基本的人権の尊重というのがベースにあるからですよね。そうすると、我が国の領土、領空、領海を侵そうとする外国の勢力に対して、本当にその憲法の精神がストレートに適用されるかといえば、そこには問題があるのではないだろうかという議論があって、じゃあ防衛出動って話になりますが、平穏裏に領空、領海、領土の占拠が行われた場合に、旧迫性の武力攻撃というふうに法的に評価できるかというと、それはできないんでしょう。防衛出動を加齢するというのはかなり困難だと思います。今の法律では限界がある。しかしながら、防衛出動を加齢することはできないとすれば、何の法律に基づいて我が国の主権を維持するかというお話、ずっと前から指摘されていることですが、私どもの努力不足もあって、まだ答えを出すに至っておりません。このことについても NSC は答えを出していただきたいと思うんです。その時になって関係閣僚が集まって、困った困ったどうしようつって六法全書を開いているようなことではどうにもならないので、って法的にどのような手当が必要か、能力的にどのような手当が必要か、そういうことについて答えを出し、大事なのはもう一つは、そのシミュレーションを行うと同時に訓練をきちんと行うことだと思うんです。海上保安庁任せや、あるいは海上自衛隊任せではなくて、まさしく閣僚が、政治家がそこに入ってあらゆる事態に対応できるようにする、それも NSC の大きな役割だと思いますが、総理の考えを受けたまります。安倍内閣総理大臣。今我が国が直面している、安全保障上の課題をですね、今網羅的にお話をいただいたんだろうと、こう思います。こうした課題に今対応するために NSC を作り、そして同時に国家安全保障戦略を策定をしていくと同時にですね、今安保法制法においてですね、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中においてですね、今後ですね、どう対応していくべきかということについて議論を進めていこうと、こう思っているわけでありますが、この NSC においてはですね、内閣官房長官、そして外務大臣、防衛大臣等が集まりですね、これ今まで以上に頻繁に意見を交換しながら、現状の問題点、課題を共有をしていくということでありまして、そしてこの NSC において、この関係閣僚の持っている共有の課題、そして問題意識に対応するために、さまざまな情報分析を行い、そしてそれを政策としてあらかじめ用意をしていくということなんだろうと思います。今浜委員がシリアの例を挙げられましたが、やっぱ今後ですね、どう状況が変化をしていくのか、これは化学兵器の状況だけではなくて、確かにご指摘のように人道状況が悪化しているじゃないかとということですね。つまりこの人道状況が悪化している、この状況をどうやって止めていくべきか、そして政治対話をどのように進めていくべきか、その中において日本はどう役割を果たしていくべきかどうかと、そしてその役割を果たしていく中において、中東の他の諸国との関係はどうなのか、そしてまたさらなる危機が起こった場合ですね、日本のいわばエネルギーとの関わりもありますから、どういう経済的なですね、影響が及んでくるのか、つまりこういう政策を取ったときにはこういう影響があるということをですね、
あらかじめしっかりと考えておく必要もあるんだろうと思いますし、その時にはどういう手当をすべきかということも含めて、あらかじめしっかりとその時になって考えるのではなくてですね、まあ、それこそまさに私は NSC の仕事なんだろうと、外交安全保障、そして経済もそうなんですが、その分野において、スタッフがですね、綿密に分析をし対応も考えていくということではないかと思うわけであります。まあ、そこで、その中において、まあ、例えば海の守り、等についてですね、どうなのかという、まあ、ご指摘も、まあ、ありました。まあ、その中において、当然ですね、NSC で、も考えていくことに、なる課題なんだろうと、思います。その中において、同時に今、安全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの認識のもとですね、現在安全保障の法的基盤の再構築に関する、まあ、懇談会において、まあ、ここで、まあ、もっぱら、まあ、集団的自衛権の行使だけを議論しているような印象があるんですが、それは間違いで、ございまして、それに限定しているわけではなくて、まあ、例えば、集団安全保障の中で、国連がこれをやろうという活動の中で、日本が今のままでいいんだろうかということも、議論をして、おりますし、同時に今、委員が、ご指摘になったような、ようなですね、まあ、例えばですね、外国の、まあ、潜水艦が我が国の、まあ、領海に入ってきた、国際法上は、まあ、浮上して国旗を掲げて入ってこなければいけないところをですね、まあ、沈んだまま、まあ、入ってきて徘徊をしてなかなか出ていかない、その状況をですね、いわば、恒常化させようという狙いもあるという中においてですね、果たして今の法制度で、適切な対応ができるかどうかということについても、議論を重ねているわけであります。つまりあらゆる可能性についてしっかりと、ま、守りを固めていくことは抑止力となりですね、結果としてそういう事態を引き起こさないということに、なるわけで、ございますので、いわばそういうことも、全てですね、これは、しっかりと前に進め、議論を行っていく、この安保法制根で行っている議論もですね、このできるだろう NSC においてはですね、これは重大な課題について現実的に現実を直視しながら選択肢を提供する上においては、NSC が選択肢を提供する上においては極めて有意義であろうと、このように考えております。石破茂君。最後に2点指摘して終わりたいと思います。一つは今総理がおっしゃいました集団的自衛権の問題。これはよく国民的な議論、ご理解をいただかねばならんことだと思います。地球の裏まで行ってアメリカと一緒に戦争するのか、そのようなことを我々が言っているのではない。この地域において相対的にアメリカの力が落ちていく。中国の力が相対的に上がっていく。この地域においていかにして軍事的なバランスを保つかということを我々は考えていかねばなりません。沖縄の問題も同一であって、このことに答えを出さなければいけない。鳩山さんが言ったこう言ったと今更言っても仕方がない。いかにして沖縄において日本がやるべきものを日本がやるか、本土が負うべきものをいかに本土が負うか、どれだけ沖縄の負担が軽減されるかということを明確に示して、沖縄県知事が申請に許可を与えていただくような環境を作るのは我々の責務であって、尖閣の状況を考えるときにこの問題について答えを出すことは我々の使命だと思っております。集団的自衛権について申し上げれば、先ほど申し上げたようなことなのですけれど、なんで国連憲章のど真ん中に集団的自衛権というものが入っているか、それは国連がオールマイティーではないからです。拒否権を持った国が関与をすれば、集団的自衛権を認めなければ侵略国の思うがままになってしまう。それを防ぐために国連憲章はわざわざ集団的自衛権という権利を入れたんです。国連中心を唱える国が国連のシステム、国連の仕組み、そういうものを知らずしてこれを論ずることがあってはならないことであって、今の状況をどう考えるか、国連とはどのようなものなのか、それが憲法改正を要するのか、我々はそれを要しないという立場ですが、それはなぜなのかということについて議論を深め答えを出したいと思います。 TPP について一言申し上げれば、守るべきものは守る公約ですから、我々は嘘はつきませんので、
守るべきものは守ります。しかし守るべきものとは何なのか。それは日本の農業なんでしょう。農地でしょう。次の時代にそれが受け継がれるというきちんとした所得が保障されることでしょう。守るべきものとは何なのかということを明確に示し、私どもは公約を守りつつも、今の日本の農業、漁業、林業が今のままであっていいとは全く思っておりません。そのことについての展望もぜひこの国会においてお示しいただくことをお願いして質問を終わります。